皆さんこんにちは、西岡明彦です。今日は福西崇史さんと一緒にお伝えしていきます。はい、よろしくお願いします。今日の試合はセレッソ大阪対浦和レッズのカードです。こちらがホームチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ピッチのどこでもプレスをかけて相手の動きをコントロールし、いいパスを出させないチームですね。今日もいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。相手の自由を奪えばミスにもつながります。今日も動きのある試合を見せてくれるでしょう。試合が始まりました。高木俊之、ソウザ、カットしました。ここはどうするでしょうか。柏木陽介、宇賀神智也、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。奥の広明、柿谷陽一郎、水沼宏太、いい形でゴール前まで持ってきました。相手を揺さぶりながらしっかりパスをつなぎます。慎重に攻撃を組み立てています。ここはインターセプト、しっかり予測していました。阿部勇樹、岩波拓也、武藤勇樹、青木拓也、キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。これは見事に奪いました。ここでシュート、ゴールラインを割りました。浦和レッズのコーナーキックとなります。ショートコーナーだ。ボールはキーパーの手の中へ。奥の広明、水沼宏太、ここは阿部がうまく読んだ。宇賀神智也、ボールを取りました。さてどうする。ここは押し出します。柏木陽介、長澤、ボールが浮いてしまいました。奥の広明、水沼宏太、攻守の切り替えが大事です。
岩波拓也、宇賀神智也、青木拓也。ここは下がってブロックを作ります。細かいパスを繰り返しています。柏木、このボールはゴールキーパーが処理します。柿谷陽一郎、高木俊幸、奥野博明、ボールを運びゴールに襲いかかります。柿谷陽一郎、ここからどうする。これはコーナーキックですね。今のシュートをもう一度見てみましょう。かなり遠目から打ちましたが完全にバーの上でしたね。この距離から地を這うようなシュートを打つのは難しいんですよね。ボールはエリアへ、これを決めればリード。これは惜しくも入りません。絶好のチャンスでした。流し込めばよかったと思いますがどうしたんでしょうか。柿谷、ボールを回してそうだ。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。これはいい時間帯にリードを奪いました。いやそうですね、後半に向けて選択肢が広がる得点になりましたよ。武藤勇樹、阿部勇樹、柏木陽介、レッツが攻めに出ます。宇賀神智也、興梠へ、長澤、コーナーを獲得、同点のチャンスです。ボールを入れました。このボールは相手にクリアされました。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。後半は浦和レッズのキックオフで始まります。柏木陽介、興梠慎三、走り込んだ味方にスルーパス、いいボールを送りたい。柏木陽介、興梠慎三、青木拓也、いいボールが入りそう。このパスは読んでいました。これは見事なインターセプト、ディフェンスに奪われません。ソーザ、奥野博明、危険な位置です。緊張感が増してきます。ナイスインターセプト、ここは攻撃を抑えました。牧野智明、興梠慎三、ルーズボールになっています。サイドから攻撃でしょうか。柿谷、ソーザ、高木俊幸、奥野博明、いいカットです。ボールを奪いました。このボールはタッチを割ります。スローインです。浦和レッズが選手を交代します。
サイドへ展開します。視線が中にいった。さあ出すか。牧野智明、青木拓也、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム待てよ。日柿谷陽一郎、硬いディフェンスに攻めあぐねています。ここはクロスが大きすぎたか。クロスを中央に入れた。いいボールでしたがここはクリア。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。興梠慎三、マルティノス、すぐにパスを返しました。ここは押し出します。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ヤンドンヒョン、中央へ入る前にカットされました。ゴールキーパーがうまく前に出ました。水沼コーター、ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。サポーターも湧いています。ここでゴールを決めれば流れを完全にものにできますね。柏木陽介、青木拓也、クロスを上げたい。中の選手にクロスを入れた。中央へのボールはクリアされました。この時間はブロックを作って守っています。見事な視野です。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。福西さん、激闘と呼ぶにふさわしいゲームになりました。その通りですね。すごい試合でした。惜しくもライバルに敗戦してしまいましたね。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。試合が始まりました。